はい、改めましておはようございます。今日のオンラインワークショップ、画像の SEO 対策、ワードプレスでできることという内容で、始めていこうと思います。で、初めての方も参加されてますけど、私、ベンと言います。こんな顔してますけど、30年以上日本に住んでますので、中身はほとんど日本人だと思ってます。ワードプレス自体は2014年から、使っていて、まあ、今年5月にワードプレス20周年なんですけど、まあ、大体その半分くらいを見てきたという感じです。人がなるほどと理解する瞬間が好きですので、毎回言ってるんですけど、私のオンラインワークショップもなんか初めて聞いたとか、なるほどという瞬間があれば、ぜひぜひそれをチャットに入れていただいたり、ズームのこのグッドマーク、絵文字で反応していただいてもいいので、私もそれをこうエネルギーにして進めていきたいと思います。で、このオンラインワークショップというものなんですけれども、これは、ワードプレスプロジェクトが公式に行っている、学びの場というものになっています。ワードプレスにトレーニングチームという教育教材を、作っているチームがありまして、まあ、そこが主催している、ものになります。コンセプトは共に学ぶ場ということなので、私が全部答えを知っているわけでもないですし、ぜひ皆さんお互いに質問し合ったり、答え合ったり、Zoom のチャットでもいいですし、音声、ビデオを使って質問しても OK なので、ぜひ共に学ぶ1時間になったらいいなと思います。で、オンラインワークショップは録画されて、後日、wordpress.tv というサイトにアップされますので、まあ、参加できなかった人、途中で退出しなきゃいけなかった人も、後から見れるようになっています。そして最後、オンラインワークショップは、ワードプレスが好きでコミュニティに貢献したいという人は誰でも開催することができます。トレーニングチーム、一応私トレーニングチーム の代表のものなので、私に連絡をくださればどうやってオンラインワークショップが開催できるかお教えしますので、ぜひ、ご連絡ください。はい、では今日の内容に関する質問です。画像の SEO 対策にどれくらい詳しいですかと。まあ、いつも参加者の皆さんのその知識とか、そういうのを知りたいなと思って尋ねてるんですけど、この画像の SEO 対策、1から10、1はそもそも聞いたことありません、何のことか分かりませんという方は1を。で、10はもう私は画像 SEO のプロですと、仕事でやったりしてますという10。その10段階、ぜひ Zoom の、チャットの方に自分が何番くらいかを、入れていただきたいなと思います。石原さん2番、まあ、聞いたことはあるけど正直詳しいことはあんまりわからないという、そういう感じでしょうかね。デニーさんも2、松野さんは4、あ、はい、関根さん3、アルト、タク、ウェブピー使う、いいですね。どちらも今日出てくる話題になります。で、ですね、いつも私スライドを共有していたので、ちょっとそのリンクを皆さんに送ります。画面に表示しているものと全く一緒なんですけど、まあ、それぞれダウンロードをして、後からもう一回見直すとか、正直他の方と共有していただいても全然問題はないので、こういうことを勉強したよというのを、広く拡散していただけたらなと思います。はい、今、ズームのチャットの方に送りました。で、wordpress.tv の録画ページにも後からスライドは載ります。さて、画像の SEO 対策、一般的にブログとかサイトがどう見つかるか、ざっくり私なりにまとめたところ、検索結果を通してサイトにやってくる場合と、それ以外っていう2つに大きく分けられると思います。で、すごくざっくりなんですけど、このそれ以外というものも、去年英語のワークショップでちょっとみんなでブレインストーミングをしたところ、20個の方法ぐらい皆さん思いつきました。その検索結果以外にもサイトに到達する方法、
なんですけど、まあ、今日はその検索結果の方にちょっと焦点を当てて、この緑の矢印、ざっくり検索結果といっても、踏み込んでいくと実は、もっとこう分けられるんですね。一般的な検索結果というのは、まあ、Google とか Bing に、文字を入力して、それに合うサイトが出てくるという検索結果なんですけど、最近の検索エンジンはもう少しいろんな、バラエティの検索ができます。例えば画像をピンポイントで検索する。動画を検索する。地図で検索をする。その他、ローカルな検索結果。よくスマホとかで今ブラウザを開くと、位置情報を利用しますかという、選択肢が出て、はいと押すと、まあ、自分の検索に GPS 情報を合わせてローカルな検索結果を出してくれる。そういうことがあります。あとは、例えばショッピングの検索結果ですね。商品だけを探していると。で、SEO は、検索エンジン最適化の、英語の頭文字なんですけど、一般的な検索結果に関する SEO が割とよく話されます。が、SEO の業界では、画像 SEO、動画 SEO、地図 SEO、ローカル SEO、ショッピング SEO っていうふうに、それぞれのこの検索結果に対して、じゃあ、なるべく上位に乗るためには、どうしたらいいのかというような、そういう話があるんですね。なので、今日はその中でも画像の SEO、画像の検索結果で上位に出るためにはどうしたらいいかという話をしていきます。ちょっと Google 出してみましょうか。yo.jp でしたっけ？で、ここで例えば、チョコクッキーを探すと、今これ普通の、検索結果になってます。普通の検索結果で、ここに例えばイメージ、ショッピング、ビデオ、まあ、ブックとかもっともっとここにも出てくるんですけれども、例えばイメージで検索をすると、チョコクッキーの画像がたくさん出てきます。で、今日話するのは、この画像の検索をかけたときに、自分のサイトの画像が、まあ、なるべく上位に来るためには、どんなことができるかという、そういうお話になります。今日の内容を大まかにまとめると、まず、画像、その SEO 対策として、まずいい画像の選び方。それから、アップロード前に画像に施す処理。これが2番。その次、アップロード後に画像に施す処理。そして最後、ようやく画像をコンテンツに追加するという流れになってます。で、今日はワードプレスに特化したセッションなので、一般的な SEO の話もしますけど、中には本当にワードプレスピンポイントでこういうことを知っておくといいよというお話をします。はい。とりあえず、ここまでの流れで質問とか尋ねておきたいことなかったでしょうか？大丈夫そうですかね。はい、ありがとうございます。大丈夫です。はい、ありがとうございます。では、いざ内容に入っていきましょう。まず、画像 SEO で一番大事なのは、とりあえず、いい画像を選ぶことです。で、画像は必ず加えましょう。サイトを作るときに、文字だけのサイトは避けて、必ず何かしら画像は入れるようにしましょう。で、これは、いろんな意味からメリットがあるんですけど、まず、画像のある方が、人の目を引く効果があります。例えば、このスライドも、私がこう見せてたら、面白くないスライドなんですね。文字だけで、面白くないんですけど、一個だけポンとこう画像を載せただけで、なんかすごくこう目が引かれるというか、ちょっと魅力的なスライドに変わると思います。まあ、私はそれを狙って画像をつけたんですけど、サイトも一緒です。文字だけバーっと並んでるように画像があると人の目を引くと。で、画像はコンテンツの理解を助ける。まあ、補足資料みたいな感じで、内容に合った画像を、つけると、コンテンツの理解を助ける。で、三つ目なんですけど、使った画像が、コンテンツそのものよりも話題を呼ぶこともある。で、これは、
特に自分のその情報を拡散したいときとか、広く知ってほしいときに、ポイントなんですけど、私はアメリカ人じゃないので、そんなに詳しいわけじゃないんですけど、時々アメリカのその政治家が、例えばツイッターでこんなことを流したとか、どっかの CEO がこんなことを言ったっていうのを、もうキャプチャーにしてどんどん拡散するとか、そういうことって結構 SNS 上であるんですね。で、もはや説明とか何もつけずに、写真1枚だけをどん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 広げていって、で、そこからこう話題が広がるっていうようなことが、まあ、ネット上の世界ではあり得ます。なので、もし皆さんもこうバズるコンテンツを作りたければ、画像は必ず加えて、画像から自分のコンテンツにやってくる人もいる可能性があるので、つけていきましょう。で、画像をつけるとき、まあ、可能な限りオリジナルの画像を使うといいです。で、これはまたいくつか理由があるんですけど、まず、サイトがより本物に見えます。私が今回使っている画像は全部フリーサイトから持ってきたものなので、あまり私らしくはないですよね。なんか、どっかから持ってきた画像なんだろうなという雰囲気が漂っています。なるべく自分で撮った写真を使うと、サイトが本物になり、まあ、その、サイトの作成者、管理者も本当の人間なんだなっていうイメージがちょっとつきます。また、サイトのユニークさが増す。で、これは、画像 SEO 的にもそうなんですけど、Google さんは、まあ、検索エンジンさんは、同じ画像が使われていたときに、それを検索結果でランキング下げるという処理をしています。こうパッと見ていただいても、全部これ上の方、オリジナルの写真ばっかりなんですね。もしどこかの画像を流用した場合、正しく流用していたとしても、その画像が検索結果の上位に来ることは珍しくなってしまいます。ので、なるべくオリジナルの画像を使った方が、検索結果では上位に来ることが知られています。それから、ライセンスを気にすることがない。まあ、フリーサイトとかから画像を使うときも、いろんなライセンスがついているので、まあ、自分の画像を使うと、そういうことを気にしなくていいという、そういうメリットがあります。石原さんがチャットの方で、動画のサムネイルも画像の SEO から応用が効きそうですね。まさにそうです。YouTube の、よく見られる視聴回数が増える動画っていうのは、サムネイルもものすごい凝っているものが多いです。もう、本来、多分一番最初サムネイルっていうのは動画の一コマを見せるっていう意図だったんですけど、今はもうサムネイルだけを別に画像編集で作って動画に付与するなんてことも出てきてますね。はい。で、はい、なるほど、ありがとうございます。ちょっとライセンスの話の関連なんですけど、画像の著作情報は記述しよう。で、他のサイトの画像を利用するときは、ライセンスを必ず確認して、条件通りに著作情報を記述しましょう。まあ、これ当たり前だと思っていただけたらバッチリです。何も新しい情報ではないんですけど、ネットで無料画像と検索したときに出てくる画像が、著作情報記述不要という意味ではないんですね。使うのは無料だけど、どこから持ってきたかは書いてとか、この条件内であれば無料で使っていいよというように、ライセンスがついている画像が大半です。で、もしライセンスに違反した場合、そのライセンスを持っている人が Google などの検索エンジンに、この画像は私の画像を違反して使ってますということを通知することができるんです。で、画像 SEO 的に一度通知が入っちゃうと全部ランキング下がっちゃいます。で、一度なくしたそのある意味信用というのを検索エンジンの中でもう一回作り上げるというのはかなり難しいと言われている。ので、画像 SEO 的にもそのライセンスは必ず意識して正しく利用するようにしましょう。ここでもう一つ注意は、オリジナルの画像を利用する場合も、個人を特定できる情報が含まれているならば、
その個人の許可をもらってから利用しましょう。まあ、パーソナリティ権とか、そういう権利がついてます。で、日本ではあんまりこれはまだその問題にはなってないと思うんですけど、例えばヨーロッパ、10年ほど前から、忘れられる権利とか、そういう権利が謳われてます。で、それは何かというと、検索エンジンに対して、私の個人情報を消してと訴えることができるんです。なので、例えば誰かが自分の画像を流用したときに、それ私の個人情報だから消してくださいと言ったりして、その情報をネット上で見つけにくくすることができます。日本ではまだあんまりされたことはないんですけど、まあ制度としては確か利用できるはずです。そういう観点からも、オリジナルの画像を利用するとき、個人を特定できるものが含まれていれば、必ずその個人から許可をもらってから利用するようにしましょう。なので、例えば極端な話、ブログに、例えば会社の飲み会の写真を載せるとか、お正月に集まった家族の写真を載せるとか、もしそういうことをされるなら、厳密にはその写真に写っている一人一人から写真を使っていいよねという許可をもらって載せることが、一番正しいやり方です。ちょっと面倒になる時もあるので、それぞれの裁量に任せますけど、正しくは、個人から許可をもらってから利用しましょう。とは言っても、難しいです。自分で写真を撮って、それを使うというのは、プロのカメラマンでないとなかなか、思うように写真が撮れないとか、いざ今すぐ写真が欲しいっていう時に、その、ちょうどいい写真が手元にない場合があります。で、先ほど送った資料にも、これ全部リンクが貼ってあるので、後でぜひ見ていただきたいんですけど、無料画像が見つかるサイト、いろいろ載せてます。いくつかだけ紹介しようと思いますが、まず一つ目がワードプレスプロジェクトの公式フォトディレクトリーというもので。で、これ残念ながらちょっと日本語のサイトはないんですけど、英語で検索をかけていただけると、これはワードプレスのコミュニティのメンバーたちが、ワードプレスに提出をした無料画像です。で、6468。多いのか少ないのか、ちょっとあれなんですけど、毎日これは増えてます。一応、このリンクを押すことで、自分の写真もここにアップすることができます。で、パッと見た感じで結構、いいものが多いんですよ。いろんな画質のいいものもありますし、もしワードプレスに貢献したいという方は、この写真投稿が一番楽な貢献方法だと言われています。ワードプレスのこのプロフィールを見ていただくと、これちょっと私のプロフィールなんですけど、ここにどのチームに貢献したかというバッジが載るんですね。で、フォトチームは1個でも写真を提出して、それが認められたら、このバッジが付与されることになっているので、私もワードプレスに貢献してますということを胸を張って言えるようになるんですね。なので、このフォトディレクトリおすすめです。ちょっとこれ、リンクをズームのチャットに貼りますね。石原さんから、建物とか欧米が中心なので、日本の画像をアップロードすると、脚光を浴びそう。そうですね。いくつか日本のミートアップでも、確かフォトウォークというのをやってます。それはみんなで写真を撮って、ここに写真をアップして、日本の画像を増やそうということをミートアップでやっているので、そういうのも面白いと思います。はい。ワードプレスのフォトディレクトリー。それから、オープンバース。オープンバース。イントネーションはどうなんだろう。ズームのチャットにもリンクを送ります。で、これは、去年か一昨年までは、クリエイティブコモンズと言われていたサイトです。で、それがワードプレスプロジェクトの中に吸収されたんですけれども、こちらは、600ミリオン。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、6億ってことですかね。6億の、画像と、今回、こちらはですね、オーディオ音声も入っています。で、
商用利用が可能とか、商用利用はできないとか、ちょっと条件はついてるんですけど、一応、誰もが使っていい、無料で使っていい、そういう画像がここにあります。今、オーディオと両方出てるので、ちょっと画像だけ見ていくと、まあ、こんな感じで。ね、ちょっとこう、なんだろう、プロ度合いがちょっと違うかもしれないですけど、いい写真がここにも見つかる時があります。デニーさん、明日東京でフォトウォークあります。あ、明日あるんですね。ぜひ皆さんもそのワードプレスに貢献をしてみてください。もう一個だけ紹介するのは、これ日本のサイトです。オーダンと言いまして、このサイト何がいいかというと、複数の無料画像サイトを横断して検索してくれるというサイトなんです。なので、しかも日本語で検索ができます。なので、例えば、クッキーという単語、日本語で検索をかけると、今最初これ、アンスプラッシュというサイトの検索結果。その次、ピクサベイというサイトの、検索結果。さらに、カブームピックス、ISO リパブリックなどなどなど。どん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 世界中のいろんな無料画像サイトを一気に検索してくれる日本のサービス、無料サービスなので、こちらもおすすめです。オーダン。で、もう一つお話ししたいのが、このインスタントイメージというプラグイン。で、これは、ワードプレスのプラグインで、日本語への翻訳が進んでます。完全に日本語ではないんですけれども、日本語の翻訳も進んでます。で、これは、海外では主流の、アンスプラッシュ、ピクスベイ、ピクセルズ。これ、それぞれ無料画像サイトなんですけど、それぞれのサイトを、ワードプレスアドミンのそのダッシュボードの中から直接画像を検索してインポートができるというプラグインなんです。なので、わざわざそれぞれのサイトに出ていかなくても、ご自身のサイトの中から画像検索をしてメディアライブラリーにインポートできる。なんならブロックエディターの中からも直接検索をしてインポートをして投稿とか固定ページに貼り付けるということができる、結構万能なプラグインなので、おすすめです。はい。いい画像を選ぶという話をしてきました。石原さんから質問です。提供しているサイトによって画像の傾向が違ってくるのでしょうか？はい、違ってきます。違ってくると思います。なので、私もやっぱり自分の好みというサイトはありますね。私は、ピクサベイとか割と使うんですけど、例えばペクセルズというのは、白人じゃない方々の画像を多く載せているサイトっていうことで有名です。世界のいろんな人種の人を、積極的に取り上げている。結構その、今までの従来の無料画像サイトだと、本当に白人の欧米っぽい人たちばっかり写っている画像が多いんですけど、ペクセルズはそういうのじゃない人もたくさんいるということが、まあ一応謳われているサイトになってきます。あとはですね、その、チェックの度合い。例えばその、ワードベースフォトディレクトリは割と、しっかりした写真が多いんですけど、枚数は少ないですね。オープンバースはもうちょっとチェックが緩いので、いろんな写真が載るけれども、数は多いという感じなので、まあ、いろいろ傾向は違うと思います。はい。画像選びについて、あ、なるほど、ありがとうございます。画像選びについて他に質問とかないでしょうか？はい、ありがとうございます。Figma でアンスプラッシュのプラグイン使う人多いですね。そうですね。アンスプラッシュこれですけれども、もうプラグインで自動的に引っ張り込むっていうのいいです。特にこのインスタントイメージっていうのは、アルトテキスト、後で話しますけど、代替テキストとかも自動でインポートしてくれるんですよ。なんで画像インポートした時点でもうそれが全部設定されているということになってます。さて、画像を用意しました。
自分の使いたい画像を用意しました。それをワードプレスに早速アップロードして使いたいとなりがちなんですけれども、画像 SEO 的にはアップロードする前に施し処理がいくつかあります。大きく4つ紹介します。まず適切なファイルフォーマットを選ぶ。画像の寸法を調整する。画像のファイルサイズを圧縮する。そして画像のファイル名を変える。まあ、この4つを見ていこうと思います。はい。まずは適切なファイルフォーマットを選ぶ。で、先ほど WebP という話題も出ましたけれども、厳密な正解というものはないです。が、頻繁に推奨されるフォーマットがあります。まずは、JPEG。まあ、これ、結構一般的な画像の種類、ファイルフォーマットですね。ただ JPEG は、その透明度の情報が入ってないファイルになります。なので、その通過性のある背景の画像とかを利用する場合は、PNG というのが、まあ、割と主流かなと思います。で、先ほど関根さんでしたっけな。WebP という話も出てました。WebP というのは、ここ2、3年ですかね、出てきた新しいファイルフォーマットで、JPEG も PNG も包括するようなファイル形式で通過情報も出せますし、一般的には、もっとファイルサイズが小さくなるはずです。まあ、同じぐらいか、もっと小さいか、大きくなることはありません。で、一個だけ注意は、古いブラウザーはまだ非対応なんですね。日本でも未だにこう時々インターネットエクスプローラーを使っている方とか、いますけれども、そういうのでは表示されないので、多分将来僕はこれがメインになるかなとは思うんですけど、まだちょっと数年、もしかしたら待って、その古いブラウザーが本当になくなるのを待った方がいいかなという感じがします。で、ロゴやアイコンは SVG というのがおすすめです。で、JPEG とか PNG というのは、拡大縮小をすると、ピクセルが見えてくるんですね。拡大するとガタガタにこうピクセルが見えるんですけど、SVG というのはどれだけ拡大してもガタガタにはならないファイル形式なんです。いつも綺麗に輪郭が整っている形になります。ので、例えばそのサイトのロゴとかアイコンはいろんなところにいろんな大きさで登場すると思うんですね。こういうのは SVG がいいと思います。が、SVG はワードプレスにはアップロードできないファイル形式なんです。ので、ここはちょっとプラグインを使うとか、SVG を可能にするプラグインっていうのはあるので、そういうのを使って、まあ、サイトに載せるのがいいかなと思います。で、例えばですね、iPhone とかで撮った画像形式っていうのは、このどれでもないんです。さらに別なその Apple 社のオリジナルの画像形式なので、画像の形式、ファイルフォーマットを変更することが時々必要になります。で、その時おすすめなのが、この Squish というアプリで、ネット上の、これもオープンソースのアプリなので、いつまでも無料で使えます。残念ながら日本語はないんですけど、そんなに難しくないです。ここに写真をドラッグアンドドロップをして、あとはファイル形式を変える。で、ファイルを圧縮するとか、そういう作業もできるソフトなのでおすすめです。デニさん、OSS なんですね。オープンソースなんですね。はい。そうなんです。さて、ファイル形式が決まった後、次にやるのは、画像の寸法の調整です。で、これは、ファイルのサイズ調整とは別です。ファイルのサイズを変える前に、画像の寸法を調整します。つまり、もう何ピクセルかけ何ピクセルの画像かっていう、その拡大縮小をします。で、こちらのサイト非常に面白かったので、皆さんとも共有しますけれども、世界の皆さんが、どんな画面を使ってネットを利用しているか、統計を取っている研究機関があるんです。で、今、ズームのチャットに送ったのは、これ、日本のデータなんですけど、あら、今日は読み込みが若干遅い。まあ、下にいずれここにグラフが出てきます。で、この上、これトップ6なんですけれども、
日本で一番利用されている画像サイズは、あ、画面、ごめんなさい、画面サイズは 1920×1080 ピクセルです。で、これがもう14%、あ、グラフ出ましたね。点線は、データなしなので、これは無視していただいて OK なんですけど、これです。この緑が、その 1920×1080 ピクセル。で、その下を見ていくと、上位に来ているのは 390×844。これ、携帯ですね。1536、375。で、ポイントは全部これより小さいんです。1920×1080 より小さいですね。だから、どんだけ大きくても、今の一般の人たちの使ってる画面って、これくらいなんです。画像、その画面の大きさが。ただ、デジカメとか性能は上がってるので、デジカメの写真をそのまま見ると、例えば3000とか4000ピクセルのものすごく大きな画像を撮ったりするんですね。で、その3000、4000ピクセルの画像をそのままサイトに載せると、どこかで圧縮作業が必要になります。そのサーバー上でも圧縮されるし、この実際に閲覧者がサイトを開いたときにブラウザの中でもさらに圧縮がかかったりします。で、圧縮が必要なたびに、時間が取られますよね。画像の読み込みに。で、Google のその検索結果に一つ大きく関与しているのは読み込み時間です。もし画像の読み込みが遅ければ、画像 SEO も下がってしまいます。ので、ちょっと回りくどい言い方をしましたけれども、何が言いたいかというと、日本で最も良い利用の多いモニターは最大でも 1920×1080 ピクセル。もしお使いになる画像がこれよりもあまりにも大きいんだったら、まずはそのサイズを小さくしてからサイトにアップする方が効果的です。これより大きいのを使っても圧縮されますから。で、例外として、例えばその写真家がその自分の写真を売るサイトを持っているとか、ダウンロード用の画像を提供したいっていうことがまああると思います。で、こういった場合もなんですけど、サイト上にはそのフル画質の画像は見せないでください。その3000とか4000というピクセルの画像をサイトに載せちゃうと、読み込みに時間がかかって SEO 的にマイナスになります。ので、サイト上にはそれを圧縮した画像を見せて、例えばそれをクリックしたときに、その巨大な画像がダウンロードされるとか、別にダウンロードリンクを設けて、サイト上に表示はされないけど、アクセスはできるっていう仕組みにするのがいいと思います。ちょっと戻りますけど、この1920、1080ピクセル。まあ、今後時代とともにこれは大きくなるとは思うので、これに厳密に従う必要はないんですけど、言いたいのは要するにあまりにも大きければ小さくした方がいいと。あとは、例えば今見えてるこの紫の画像は、まあ、大体画面幅の3分の1ぐらいですね。高さも大体3分の1ぐらい。なので、あまり重要な画像でもないので、このピクセル数のさらに3分の1の大きさでも全然こと足りるという画像なんですよ。なので、例えば、3、7、2、だから 700×300 とか、それくらい圧縮した上で、サイトにアップロードしても、全然足りるということなんですね。なので、自分がその画像をサイト上でどうやって使いたいかっていうのに合わせて、寸法を調節するといいと思います。はい。ちょっと早口なんですけども、質問があったらぜひ挟めていただいて大丈夫ですので、チャットに落としたりしてください。さて、ファイル形式が決まりました。ファイルの寸法も調整しました。続いて行うのが、ファイルサイズの圧縮です。で、これは寸法とは別なんですね。寸法は同じで、その品質を変えずに圧縮を行うことができます。これもまた先ほどのスクッシュおすすめですし、イメージオプティムという、これはダウンロードして自分のそのコンピューター上で使うソフトウェアになります。なので、スクッシュはそのネットに自分の写真をアップロードしなきゃいけないんですけど、まあそのプライバシーとか懸念のある人は、
これ、ご自分のパソコンにダウンロードして利用することが可能です。で、サイト自体は英語なんですけど、これもオープンソースで、翻訳の方を見るとジャパニーズがあると書いているので、おそらくインストール後に日本語で利用することが可能だと思います。ファイルサイズの圧縮の時に、一つ考えるといいのが、この EXIF 情報が必要かどうかということです。EXIF 情報というのは、カメラが画像に付与しているメタ情報、見えない情報です。その実際の画像の中ではなくて、裏にファイルの中に、いつ、どこで、どんなカメラを使って、どんな設定で写真を撮ったかなどを記録しているのが EXIF 情報。で、写真をたくさん撮る方にとって、これは整理をするときに便利なんですね。例えば、2022年の写真はどこだろうとか、もっと言うと2022年10月15日の写真はどこだろうとかですね。あるいは、ヨーロッパ旅行で撮った写真だけ出したいから、ヨーロッパで撮った写真っていうふうに検索をかけると、この EXIF 情報をもとに、ファイルの仕分けができます。が、この EXIF 情報を残したまま、自分の画像をネット上にアップした場合、そのサイトを見る人も皆さん、この EXIF 情報を見ようと思えば見れる。なので、そのサイト作成者が、いつ、どこにいて、どんなカメラを使って、で、どんな設定にして写真を撮ったかっていう情報が、世界に丸見えなんです。で、それで全然いいよという方はいいんですけれども、結局これファイルサイズを多少取ってます。この情報は。なので、圧縮という観点からは、EXIF 情報を全部取り除いた方が、ファイルサイズが小さくなって、そして読み込みが早くなります。という、仕組みになってます。EXIF 情報は、このイメージオプティムとかスクッシュの中で、削除することが可能です。もうその圧縮の時に EXIF 情報削除っていうチェックボックスがあるので、それをクリックすると消してくれます。そして最後、画像のファイル名。今までそのいろいろ変更していく中で、多分変な画像のファイル名になってます。だいたいカメラで撮ると記号だらけだし、圧縮ソフトとかに通すと最後にコンプレスト。で、その圧縮っていう単語がついたり、で、さらにその自分のダウンロードファイルに同じ名前の画像があると、カッコ1、カッコ2とかどんどん数字がついていくので、最後に必ず画像のファイル名を変えるようにしましょう。で、検索エンジンは、比重は下がってるんですけど、一応今もその画像のファイル名を見て、画像の中身を推測しています。ので、画像に、表示されているもののキーワードを端的に、ファイル名に入れるようにしましょう。検索エンジンのために。で、ここちょっとお作法なんですけど、単語と単語の間にはハイフンを利用するのが、ネットの決まりです。スペースは絶対に使わないですし、アンダーバーというのも特殊な時にしか使わないので、基本的に画像のファイル名には使いません。なぜハイフンかというと、ちょっとこのスライドで実演します。今、ここにですね、plateofchocolatecookies.png というファイル名があるとします。で、チョコレートという単語を私、ダブルクリックします。はい。チョコレートが選択されました。で、こっちは同じファイル名で、アンダーバーがついています。で、チョコレートというのをダブルクリックすると、アンダーバーを超えてファイル名が全部選択されたんです。で、プログラミング言語的には一応、ハイフンが単語を区切る。で、アンダーバーは、その先も一つの単語として、見るっていう使い分けが実はあるんです。ので、例えば、こっちだとですね、プレートオブバニラ、おぉ、バニラクッキーズっていうふうに簡単にこのチョコレートをバニラに変えることができるけど、こっちは、簡単には変えられないですね。プログラミングの中でアンダーバーを使うことはあります。全く使わないわけではないんですけど、基本的にはハイフンが、主流です。デニーさん、選択しやすいからアンダーバー好きです。ね。
これも好みです。検索エンジンも、バカではないので、これを逆にしたから間違いってことはないんですけど、お作法として、普通は、ハイフンということになってます。はい、なるほど、ありがとうございます。ここまでが、アップロード前にすることです。画像を決めて、それをアップロードする前にやる処理。何かちょっと質問とかなかったでしょうか？大丈夫でしょうか？石原さん、ウェブスクレーピングとかでは差が出そうですね。これですか？このファイル名の話ですか？それともここまでトータルで。ファイル名。そうですね。なんか差が出そうな気はします。Google さん、あんま、なんだろう、ファイル名の比重が下がっていて、もうちょっと後で話す、その本文の方が今は重要になってきてるとは言うんですけど、やっぱり、SEO 的には、全く影響がないわけではないので、ここから、ハイフン中心に使うといいと思います。さて、画像を決めました。アップロード前にいろいろ処理を施しました。で、実際に画像をメディアライブラリーにアップロードしました。その後、メディアライブラリーにアップロードして、投稿とかコンテンツに入れる前に施す処理をいくつか紹介します。で、特にワードプレスの場合、画像をメディアライブラリーにアップロードすると、こういう画面が出ますよね。で、結構右に設定があります。大体テキスト、タイトル、キャプション、説明。で、大体テキストは有名になってきたので、皆さん割と設定されると思うんですけど、タイトルとキャプションと説明はそもそも何なのか、必要なのかっていうことは、ちょっとわかりにくいんですね。私もワードプレス使いたての頃、一体これ何なんだっていう感じだったので、このあたりを簡単に説明したいと思います。まず、大体テキスト、アルトテキストとも言われますけれども、これは画像が表示されないときに代わりに表示されるものです。だからそのページの中で何かの理由で画像が出ないときに空白になるんじゃなくて、ここには本来こういう画像がありますっていう説明として表示されるテキストです。で、これはその SEO 的にも、あとはアクセシビリティ的にも非常に重要だということが、世界中で言われていて、つけている人は増えていると思います。画像が表示されないことなんてあるんだろうかと、日本にいるとあんまりちょっとなんか馴染みがないんですけれども、例えばその発展途上国とか、インターネットの回線速度が日本より全然遅い国って実はあるんですね、結構。日本って本当に早いので、全然遅い国っていうのは世界中にあります。で、そういう国では、ブラウザを表示しないという設定にして、インターネットを利用している方も結構いるんですね。その回線が遅いので、不必要な情報にはなるべく使いたくないという、そういうことがあるので、したサイトを出している場合はあんまり気にしなくていいかもしれないんですけど、世界に何か情報を配信したいという時には、やっぱりその画像を見ていない人もいるということは抑えて、サイトを作るといいと思います。あともう一つは、ユーザーが支援技術を使ってサイトを閲覧している。例えば、その目の見えない方が、サイトリーダーというソフトウェアを使ったりして、オンラインのそのサイトを見ることがあります。で、目の見えない方にとっては、いくら画像が良くても、かっこよくても、その情報は伝わらないので、サイトリーダーは、その代替テキストを読み上げて、ここにはこんな画像がありますということを伝えているんですね。なので、こういった方々が世界にいるということを押さえた上で、代替テキスト、ぜひつけるといいと思います。で、W3 という アクセシビリティの組織なんですけれども、こちらの方で、どういう時にアルトテキストを使うといいか、どういう時に使わない方がいいかという、
情報を提供しています。で、これを日本語にきれいにまとめたサイトがなかなか見つからなかったんですね。この W3 も日本語にこのページ翻訳してないですし、日本でそのアクセシビリティ、その代替テキストが必要かどうかっていうそのフローチャートみたいなのをきれいにまとめているところがなかなか見つけられませんでした。というのは、代替テキストはいつも使うべきではないです。使うべき時があって、そして使う、その書き方もお作法っていうのがあるので、今はしょうがないですけど、これを Google 翻訳にでもかませて、ぜひ読んでもらうと、へえ、そうなんだって面白いと思います。私が本当にざっくりまとめた場合、画像に重要なテキストが含まれている場合、そのテキストは代替テキストにも記載されるべき。例えば、今この画像、文字がたくさん書いてますね。で、私たちはこれを見ると、その中、プログラミングのエラーメッセージだなっていうのがわかるんですけど、これは文字である以上、代替テキストにもこの文字は書くべきです。で、具体的にどういうエラーが表示されているかということまでも、代替テキストには書くべきです。その画面にエラーが出ているだけじゃなくて、画面にこれこれのエラーが何行にもわたって表示されているみたいな感じにすべき。逆に画像が単なる装飾の場合には代替テキストは記載しないべきです。本当に装飾的に画像を使っているときは代替テキストは記載しないというのがルール。はい。これがアルトテキスト。残る3つ。タイトル、キャプション、説明。これは、ごめんなさい。もう1つスライドがありました。代々テキストを更新する際の注意点。もうこれはワードプレスシステムの癖です。メディアライブラリーで代替テキストを更新しても、すでにコンテンツで利用されている画像の代替テキストは更新されません。つまり、今日この話を聞いて、僕全然画像に代替テキストつけてなかった。今から戻って、メディアライブラリーで一生懸命これ全部書こうと思っても、ここで今書いても、もうすでに作った投稿とか固定ページの画像には反映されないんです。で、これは、もうワードプレスの、利用というか、そういう仕組みになっているので、すでにもう、投稿とか固定ページに入れちゃった画像に関しては、地道に一個一個ブロック設定の中から代替テキストを書いていくしかないです。で、アイキャッチ画像がもっといやらしくて、アイキャッチ画像はこの固定ページとか投稿の中で代替テキストを設定する機能がないんです。今、ブロックエディターに。まあ、今までのクラシックエディターもなかったです。ので、すでに使っているアイキャッチ画像にはアルトテキストがついていないので、どうしなきゃいけないかというと、アイキャッチ画像を削除、固定ページや投稿を更新、その上でメディアライブラリーで画像に代替テキストを付与、保存、そしてもう一回固定ページ投稿に戻ってきて、そのアイキャッチ画像をもう一回設定する。こうするとようやく、アルトテキストが設定されるんですけど、ちょっとこれはもうワードプレスの癖なので、覚えておいてください。松野さん、どれに設定されていてされていないかわからない。まあそうですよね。今日から設定するっていうのがいいと思います。今日からメディアライブラリーにアップロードした時点で、代替テキストを入れとくっていうふうにして、今まではもうしゃあないっていうのがいいと思います。石原さん。すでにメディアライブラリにある画像でも新たに投稿内に設置するときは、後からメディアライブラリで設定した代替テキストが適用されるのでしょうか？これは適用されます。これは適用されます。新しく今から入れる場合には、メディアライブラリの代替テキストは引っ張られます。だから不思議なんですよ。同じ画像をこっちの投稿とかあっちの投稿に入れてても、違う代替テキストが付けられるんです。で、多分それを狙ってワードプレスはこういう仕組みなんだと思うんですよ。同じ代替テキストを無理やり引っ張るんじゃなくて、個別に設定可能に
したがゆえの癖なので、ちょっと注意をしてください。石原さん、アクセシビリティの評価ツールとかを使うと、ページ内の代替テキストの有無くらいは判定してくれそうですね。あ、そうですね。あとは、まあ、ご自身のサイトの重要なページだけちょっと地道に確認するっていうのもありかもしれない。その昔の投稿を全部遡って変えるっていうのはめんどくさいですけど、例えばホーム画面とかお問い合わせページとか、なんかそういうよく人が来られるページを重点的に見直すっていうことはありかもしれない。はい。今日多分これ10分くらいオーバーすると思います。すいません。情報たくさん用意しすぎたので、もし11時にご退出しなきゃいけない方がいたら、全然それは OK ですので、ちょっと今日10分くらいオーバーすると思います。さて、いよいよタイトル、キャプション、説明、これらは何なのかという話です。で、タイトルはメディアライブラリー内およびテンプファイルのページで利用されます。どういうことかというと、ここに一つテストサイトを用意しました。で、メディアライブラリを開いて、デフォルトだと多分こうですね。こうなってるんですけど、こちらからその一覧表示に変えたときに、ここに見えているこれが画像のタイトルです。なので、例えば編集をして、タイトルこれか。タイトルですね。これを例えば、ウェブページ、ウェブページにして、更新をすると、もう一回ライブラリに戻って、ここが変わりました。なので、タイトルはメディアライブラリの整理に使うものです。サイトの表には出てこないので、ご自分で例えば検索をかけるときに、見つけたい画像が見つかりやすくするための機能です。ので、デフォルトのままでいいかなという方は、多分デフォルトのままでも OK だと思います。画像がたくさんあって整理したい方は、これを変更してもいいかなと思います。キャプションというのは、コンテンツ内で画像の下に表示される文字のことです。で、これ最近の研究で発表されてたんですけど、人間ってそのウェブサイトを開いたとき、大体まず斜め読みをするらしいです。で、本当に自分のその探していた情報なのか、自分の興味に合ったサイトなのかを確認してから、実際に本文を読み始めるらしいんですね。で、その斜め読みをするときに、大体人の目が止まるのは、見出しと、リストブロックなどを使った目次と、画像と画像のキャプション。画像のキャプションもその斜め読みの段階で目に留まっているらしい。なので、装飾的な画像は必要ないんですけれども、本文と関連のある大事な画像に関しては、キャプションはつけていった方が、その SEO 的に大事になります。人がもっと止まって自分の内容を読んでくれるために、キャプションはぜひつけるといいと思います。石原さん、メディアライブラリーの一覧形式のフォーマットがあるの初めて知りました。あらららら、ら、これは多分昔からありますよ。新発見ですね、これ。一括で削除とかできるので、これ、時々私も使います。はい。で、デニーさん、SEO というか、読んでもらえていいですね。まあそうですね、キャプション、おすすめです。で、もう一つ説明っていうのがあります。で、タイトルもちょっと飛ばしたんですけど、メディアライブラリー内の他に、添付ファイルのページで利用されます。この説明も、添付ファイルのページで利用されます。さて、皆さんに質問です。添付ファイルのページというのは、これ、ワードプレイスの公式機能なんですけれども、聞いたことある方、どれくらいいますか？チャットの方にも、聞いたことある、聞いたことない。ちょっと書いてみてください。添付ファイルのページというワードプレイスの機能です。知らなかった。英語だと確かアタッチメントページだったかな。まあ、私も
なんだっけ、それぞれの画像のページ。私も2、3年、カスタマーサポートをやっていて、この機能について質問が来たことは一回もなかったです。多分、ほとんどの方は、利用してないと思います。ので、添付ファイルのページという機能を使ってない人は、タイトルと説明は不要です。気にしなくてもいい。添付ファイルのページというのを使っている人は書いた方がいいですけど、ちょっと簡単にだけ何のことかお見せしたいと思います。ですね。ここに今画像をペッと貼りました。で、リンク先に添付ファイルのページ、ちょっと一回消しますね。リンクというボタンを押すと、URL にリンクするか、メディアファイルにリンクするか、添付ファイルのページにリンクするかという、ここなんです。この機能。で、もしこれを付けた場合、これで更新しますね。で、この固定ページを見てみましょう。で、これ画像だけのページなんですけど、この画像をクリックすると、固定ページのファイル、あ、違う違う違う、なんだっけ？添付ファイルのページに飛びます。押してみます。じゃん。これです。これです。で、何が、ここに、上にあるのは、こちらで言うタイトル。で、下にあるこの文字列が説明なんですね。多分、一番最初、これはもう昔のワードプレスからあるので、多分写真家とか、そういう方が、一個一個の画像に対して投稿とか固定ページを作らなくてもいいように、もうメディアライブラリ内でタイトルと説明さえ作れば、こういうその添付ファイルのページができて、自分のこの画像をみんなに紹介できるとか、そういう意図で作られた機能なのかなと思うんですけど、実際に使ってる人を見たことはないです。私の世界が狭いだけかもしれないです。本当はたくさんいるとは思うんですけど、私は出会ったことはないです。見たことあります、関根さん。賢くというか、うまく利用してたサイトですかね。迷い込んだ、そんな感じですよね、多分。なので結論から言うと、代替テキストは、多くの場合つけた方がいいので、これですね、代替テキストはつけましょう。タイトルは、メディアライブラリの整理が大事な人にとってはつけておくといいです。キャプションは SEO 的に重要なので、キャプションは、装飾的な画像でない限り、ぜひつけていきましょう。で、説明は、ぶっちゃけ不要というのが私の本音です。デニーさんも知識としてなんとなく知ってたけど使わないですねという感じになります。これでようやく画像をアップロードして必要な設定をして、ここからコンテンツに追加していきます。コンテンツに配置するときに一番大事なのは、画像とその関連するテキスト、文字を近くに配置することです。で、まず人間はその文章を読んでいるときに文脈があると画像の意図がわかりやすくなるので近くにあるといいんですけれども、これはその検索エンジンの仕組みからも、関連するテキストの近くに置くといいです。先ほどそのファイル名はもう今あまり検索エンジンは重視してないという話をしたんですけど、何を重視しているかというと、画像周辺の本文自体を検索エンジンは見てるらしい。で、画像に対してその HTML 構造の中で一番近い文章は何かというと、まずキャプションです。キャプションがまず一番近いので、キャプションから画像の中身を推測します。そしてさらに本文自体の中でその画像の位置を理解して、で、どういうことが書いてあるか。っていう、そこから画像の中身を推測しているらしいです。これ、Google 社の方のなんかインタビューみたいなのを読んで、知ったんですけど。なので、画像と関連する文字はなるべく近くに置くようにしていきましょう。デニーさん、やっぱり本文も関係あるんですね。
はい、関係あるらしいです。関根さんもなるほど。はい、ありがとうございます。そして、投稿には必ずアイキャッチ画像を追加しましょう。で、皆さん LINE とかでも何か自分、まあ、URL を共有すると、それがポッてこう画像が出て、ちょっとプレビューがつくようになってますね。これ LINE だけじゃなくて、Facebook とか Twitter とかどんな SNS もそうなんですけど、その時にポッと出るプレビュー画像が、基本的にはワードプレスの場合、アイキャッチ画像になってます。で、画像 SEO というのは、まあ、いろんな人がもっと自分のサイトに来るように、設定しようというのが意図なので、SNS でご自身があまり共有はしなくても、他の人が共有した時にやっぱり画像がポッと出た方が、人が自分のコンテンツにやってくる可能性が、上がるので、投稿には必ずアイキャッチ画像を設定するようにしましょう。で、おさらいですけど、アイキャッチ画像を設定する前にメディアライブラリ内でアルトテキスト、代替テキストが設定されていることを確認しましょう。松野さん、画像のファイル名も画像の内容にした方がいいという話を聞いて苦労を覚えましたが、そうですね。画像のファイル名は、僕がいつもやってるのはもう2、3語で端的に何が出てるか。だから、チョコレートクッキーとかですね。ただ、そのチョコレートクッキーが、例えば私が作ったチョコレートクッキーなのか、このレシピの完成図なのか、そのプレゼントなのか、もらったものなのかっていう、その文脈は、やっぱりキャプションの中とか本文の中に説明が加わると思うんですよ。ファイル名は短くても OK。ただ、それ以上の説明は画像の近くの本文中どこかにあるといいかなと思います。コメントに対する返答になったでしょうか。はい。たくさん、ちょっと早口になって情報共有してきましたが、最後、追加情報というのがあります。で、CDN、構造化データ、オープングラフタグ、これ、いずれもちょっとテクニカルな話なので、今日は本当、表面的な部分だけ説明をして、興味のある方は Google で検索していただくと、もっともっと情報が、日本語でもこれは出てくるので、見ていただくといいと思います。ただ、やっぱ画像の SEO を考えたときに、もうこだわりたいっていう方は、ここら辺までやるといいと思うので、紹介したいと思います。まず、CDN というのは、コンテンツデリバリーネットワークというものなんですけど、画像の配信には CDN を利用しようと書いています。CDN というのは、ユーザーに早くコンテンツを送り届けることを目的としています。例えば、私、北海道にいるんですけど、北海道で札幌の、あ、ごめんなさい、東京のサーバーのホームページを読み込むより、札幌のサーバーのホームページを読み込んだ方が、地理的に近いので読み込みが早くなるんです。基本的には。やっぱり東京から、インターネット回線のその電線を、今は光なので、ピカピカピカとこう、中でライトが光って、それがずっと辿ってきて、北海道に来るよりかは、札幌から来る方が若干早くなるんですね。なので、CDN というのは、メインのサイトはもしかしたら東京にあるかもしれないけれども、そのサイトのコピー、まあ、キャッシュというんですけど、キャッシュを別な地理的に分散したサーバー上にも保管をして、で、その閲覧者に一番近いサーバーの、まあ、コピーを送り届けるという仕組みが CDN です。なんでこれを取り上げているかというと、検索エンジンは画面の読み込み時間をかなり今重視しています。画面の読み込みが遅いと、それだけでランキングが下がっちゃうんですね。なので、特に画像の多い人とか、高画質の画像をたくさん載せているサイトを持っていれば、絶対 CDN は使ってください。で、CDN を提供しているホスティング会社がかなり多くなってきました。ので、ご自身のホスティング会社と確認をして、まあ、このサービスを提供しているなら使うといいと思います。
もう無料で、CDN を提供している会社も増えてきてますし、中にはまだ有料サービスとして提供している場合もあるんですけど、ご自分のニーズに合わせて、これは導入するといいと思います。松野さん、撮影した元のファイル名は残しておきたい。後で検索したい派。まあ、ご自身の整理用とオンライン用、SEO 用って、もしかしてコピーを作って保管してもいいのかもわかんないですけどね。どうだろう。デニーさん、無料の CDN ってあるんですね。あ、あるんですか？無料の CDN。なんか、検索で出てきたんですか？無料の CDN。あ、無料の CDN サービス10選。おお、これちょっと私読んでないですけど、ハブスポット、割と信頼できる情報サイトだと思うので、皆さんにもちょっとリンクを共有しておきます。いいですね、CDN。まあ、画像よりも動画を持ってる人とか、そういう人はもっともっと、結構メリットが出てくると思うんですけど。はい。もう一つお話ししておきたかったのは、画像と構造化データです。構造化データというのは、検索エンジンがコンテンツの内容とか種類をより理解しやすくするために付加するメタ情報。メタ情報っていうのは、裏にあってコンピューターしか見えていない情報ですね。表向きにはサイトには載らないけども、裏に載っている情報。ちょっと構造化データもたくさん種類があるので、今は画像に特化すると、検索エンジンは商品なのか、レシピに関する画像なのかということを画像に関しては見ています。この画像が商品の画像ですっていうことを、構造化データというそのメタ情報を付加することができるんです。あるいはレシピとして。例えば、私たち人間がウェブサイトを見てて、こうレシピのページを見て、1番、何々をする。で、隣に画像があって、2番、何々をするって画像があって、3番、何々をするって画像があった場合、1番に対応する画像だな、2番に対応する画像だなっていうことをこう自然と人間は理解します。が、検索エンジンは賢くはなってきてるんですけど、簡単にそれがわからないんですね。なので、構造化データっていうのは裏で、それを紐づけるデータになります。画像の場合は、商品やレシピについて、よくつけます。で、これがついてると、一気に SEO のランキングが高くなる。例えば、先ほどのこのチョコクッキー一番最初に検索したページで、左下にこれレシピってついてますね。これレシピの構造化データがついた画像です。で、一番上の6個を見ると、6個中5個はレシピなんです。この方だけついてないんですけれども、他の方はみんなレシピに関する画像だと。こちらはストアって書いてるんですけど、これは商品です。商品の写真だってことを Google さんに伝えていて、構造化データがついてます。で、上を見ると、だいたいこれがついてる画像ばっかりです。これ1個ついてないのありましたね。ここまたついてないのがありましたけど、上位に来ているサイトは、だいたいプロダクトかレシピなんです。で、まあ、今回は食べ物を検索しているのでそうなんですけど、もしご自分も商品とかレシピに関する画像をたくさん使っている場合は、SEO 的に、構造化データを付与するといいです。で、構造化データをつけるのを助けるプラグインがいくつかあります。ちょっとこれ英語のプラグインばっかりだと思うんですけれども、プラグインはあるので、まあちょっと調べてつけるといいと思います。松野さん、ジェットパックに画像 CDN 機能があって、一度キャッシュされるけれど、ファイル名が同じ場合、その画像を同じファイル名で更新しても、新しい画像に置き換わらない。5年くらい前。今はわかりません。なるほど。ジェットパックというのは、プラグインですね。で、そのプラグインに CDN 機能があるんだけれども、一度キャッシュされると、同じ名前の画像を置き換えた場合、置き換わらない。それは迷惑ですね。
それはちょっと迷惑ですけど、なんかそういうこと聞いたことある気がします、私も。今も、どうなんだろうな、ちょっとわからないですけど。キャッシュって、やっぱり定期的に更新しないといけないので、ちょっとこれはどうなんでしょうね。けど、情報ありがとうございます。今日の内容、最後です。オープングラフタグ。で、構造化データは、検索エンジンにどういった種類の情報かを教えるメタ情報でした。オープングラフタグは、SNS サービスに情報を伝えるメタ情報のことです。なので、こちらは検索エンジン用。こちらは SNS サービス用のメタ情報。どちらも画像の裏にある。サイト上には現れない情報のことです。で、先ほどそのワードプレスの場合、アイキャッチ画像が、ソーシャルメディアのプレビューに表示されるから投稿には必ずつけようという話をしました。が、こう踏み込んでいくと、アイキャッチ画像、サイト上のアイキャッチ画像はこれにしたいんだけど、SNS にはこっちの画像を実はプレビューで出てほしい、みたいな、そういうことが、まあ、出てくるんですね。で、それを指定するのがオープングラフタグです。なので、サイト上でアイキャッチ画像はこれ。で、だいたいオープングラフタグがないと、アイキャッチ画像がそのままプレビューで出るんですけど、あえてそれを変えたいっていう時には、別な写真にオープングラフタグを付与すれば、まあそれを変更することができます。なので、これは SNS からサイトに人を誘導するときに、まあ使うものですので、興味があれば、こっちもまたいろんなプラグインで変更が可能ですので、検索をして、ぜひ使ってみてください。とりあえず、こういうものがありますよ、という、そういうお話でした。デニーさん、構造化データが画像検索に表示されるんですね。そして石原さんも、なるほど。はい、ありがとうございます。ふぅ、ちょっと時間オーバーしましたけど、画像の SEO 対策、たくさんありますね。で、個人的にこれを全部やろうと思ったら、サイト作りが面白くなくなっちゃいます。特に私、個人ブログで時々写真を載せるんですけど、自分にその無理のない範囲でできるものをやるっていうのが大事だと思います。全部厳密にやるっていうのは、その会社のホームページとか運営していれば大事なことですけど、個人のブログとかの程度であれば、まあ、ちょっと代替テキストをつけようかなとか、文字と画像の距離を近づけようとか、そういったところから徐々にこう取り組んでいけば SEO も上がっていくかなと思います。何か質問とか最後コメントとかなかったでしょうか？大丈夫そうですかね。情報もりもりでお腹いっぱいになりました。いや、本当そうですね。いつもよりちょっと多かったですけど、ありがとうございます。最後、次回予告です。で、4月1日、今までは同じ内容を2回やってたんですけど、4月は1回だけです。で、なんでかというと、私じゃない外部講師の方が来てお話をしてくださいます。この株式会社 MGN の CEO、まあ、通称メガネさん、結構ワードプレスの、日本のコミュニティでも活躍されている方なんですけど、その方に来ていただいて、クラシックエディターからブロックエディターに移行するノウハウという内容で、このワークショップを行っていただきます。で、4月1日土曜日午前10時から11時、今日のこれと同じ時間ですけれども、その後、11時から12時まで、ズームを延長して、札幌ミートアップを3年ぶりに開催します。なので、その札幌ミートアップの一連として、メガネさんに来ていただき、さらにそれをトレーニングチームのオンラインワークショップとして公開するという、初の試みなんですけど、やってみようと思ってますので、この1時間のセッションだけ来るのも全然 OK です。で、もし、その後1時間空いてれば、今回の札幌ミートアップ、全国どこからも参加可能ということにしてますので、そちらにも参加していただいて構いません。はい。ぜひ、皆さんお越しください。デニーさんから、アルトテキストはアクセシビリティのために使いたいので、本部にも SEO 効果があると知れてよかったです。そうですね。
本文、SEO 的に結構重要になってきているみたいですので、ぜひ意識していきましょう。では、長らくありがとうございました。今日の内容はこれでおしまいになります。録画は、近日中にアップしますので、その時またお伝えします。今日は以上になります。ありがとうございました。